メディ・ベナティアは、フランス・エソンヌ・ケン・エブリー出身のサッカー選手。ファティカラ・ギュムリク、SK 所属。モロッコ代表。ポジションはディフェンダー。クレール・フォンテーヌを卒業し、EA ・ギャンガンの下部組織に1年間所属した後、オリンピック・マルセイユのユースに移る。トップチームのデビューをしないまま、経験を積むためにトゥール FC に、レンタル移籍、その後は、ステップアップのために、 FC ロリアンに、レンタル移籍するも怪我でシーズンを棒に振った。クレルモンフットでは、出場機会を得て復活し、その対人能力の高さを評価した、ウディネーゼ・カルチョへ移籍。2013年7月13日、a s ローマ移籍が発表された。契約は5年間で移籍金は1350万ユーロと、推測され、移籍1年目から、レギュラーポジションを確保し、 リーグ戦33試合出場5得点とリーグ2位のポジションを確保したローマの上位進出に貢献した。2014年8月26日、FC バイエルンミュンヘンへの移籍合意が発表された。移籍金は3000万ユーロと推測される。しかし、怪我の影響もありスタメンは確保できず、2016年7月15日、 ユベントス FC への1年間のレンタル移籍が決定、イタリア復帰が決定した。レンタル料は300万ユーロで1700万ユーロでの買取オプションがある。なお、ベナティアはユベントス FC の歴史上初のモロッコ人選手となった。背番号は4番。3月10日のミラン戦で、ユベントスでの初ゴールを決め、勝利に貢献した。2017年5月12日。 ユベントスは、ベナティアの買取オプションを行し、ユベントスへの完全移籍が発表された。契約期間は2020年までとなる。2019年1月28日、アルドファイル SC に移籍することが決定し、2019年10月まで800万ユーロを支払うことで合意した。移籍金は、契約期間内に条件が満たされることで、最大200万ユーロ増加する。 可能性がある。フランスのユーマイナス1 7代表に数回、招集された後、モロッコ代表を目指し、北京オリンピックの予選を前に、モロッコのオリンピック代表に合流した。2008年11月19日ザンビア代表戦で、ユースフラベート交代で A 代表初出場した。2011年6月4日のアフリカネーションズカップ2012。 予選のアルジェリア戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。